皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、はい、弱体化されたマクロスフロンティアバルキリー使っていきます。まあ、どこまで弱くなったのって話ですよね。まあ、結構ねいい感じなんじゃないかな今って思ってます。っていうのも、あの強化前に戻った感じですね。そのまま強化前に戻って、あ、まあいい性能なんじゃないのっていう感じがします。使っていきましょう。ただまあまんまも強化前に戻ったのかどうかちょっとわかんないんですけど、まあスキルのクールタイムがね長くなったと。なんでこのキャラがぶっ壊れって言われたかっていうと、ある時にスキルのクールタイムが短くなったんですよね。そこで壊れって言われて、そこからまた長くなりましたというわけで、まあスキルクールタイム命ですからね。一生ね、あの引き込んでも飛んでってね倒せないキャラなんで、それが今回の調整でどれぐらいのね使いやすさに変わったのか見ていきましょう。さあ剣士飛んで、もう飛ばしたいね。 OK、 ドラゴンライダーから行こうか。さあコング、まずコング燃やして、グリドラ早い。グリドラはでもイカでいいんだよな、ぶっちゃけ。ぶっちゃけグリドラはイカでいい。イカバットで、オッケー、素晴らしすぎる。もうこれボコボコだね。もうバットでいくか。無理か、さすがに掴まないか、そう簡単には。あー、掴まないし、いて、いいダメージ食らっちゃうね。うわー、やってるわ。終わった相手。終わりです、皆さん。はい、終わりです。終わりです。マクロスどうこうじゃないね、これは。終わってるね。ちょっとかわいそうだな。バットゲー始まっちゃってるよね、完全に。いや、ビートル相手がね持ってるんで、バット刺さってないんですよ、実は。なんですけど、あ、ビートル関係なく、バットが やることやっちゃったって感じですね。まあ、本来は、あの、掴んだ瞬間にね、ビートルで、妨害して、邪魔してあげるのが相手としてはいい、あれだと思うんですけど。はい。というわけで、干渉しましょうか。はい、マクロスフロンティアバルキリー。まあ、今回はですね、マクロスが頑張ったっていうか、バットがちょっとやることやりすぎちゃったんで、なんともって感じでしたけど、ありがとうございました。はい、それでは行きましょうか。ちょ、もうマクロスにね、わちゃわちゃ頑張ってもらいたいんで、マクロスを、まあ、どう切るか、まあ、中型から切っちゃってもいいんですよね、正直。取りでさえ削れればって感じ。中型に対してパッて切って、もうマクロスにわーってやってもらうのもあり。でネズミ剣士が終わったんで、あ、これでいこうか。強いな。ネズミ剣士のね、トロフィーが終わったんで、メタドラに変わりました。さて。まあ、チビグリかな、軸にすんのは。まあ、ブルードでもいいんですけどね。あー、まあ、これだったらブルー、うん、どっちもありだな。どっちも使ってもいいぐらい。まあ、レードラもありだし。これ取らせましょうか。ウサギはいるんですけど、ちょっと早めに取らして、このメタドラ速攻で切って、いっぱいキャラ切ってくれてますね。もう4枠見えてる。はい。チームメタやってもらって、この辺全部やってもらいましょう。いいね、いいね。もう一回スキル打ってもらって、魔導騎兵もやってもらって、あ、いいよ、いいよ。だいぶ削ってくれてる。おお、来たね。はい、上に行こうか、これ。これ上に行って、ちょっとメタドラやられちゃうけど、まあしゃあない。ただマクロスに残ってるんで、おお、強っ、それ。ほんとアッコもやれたら最高だったんだけど、まあここで回収するんで問題なし。そう、マクロス、ドドドドドドンと。そう、いいダメージ入ってますよと。はい、全く問題なくって感じですね。おお、強くね、普通にスキル強いこいつ、すぐに。なんだ、あ、それちょっと邪魔だな。でもマクロスがやってくれるでしょう。はい、OK。ああ、マクロスフロンティアバルキリー。ここも剣士ちょんで。オッケー。ブルードもやれて。全くもって問題ないですね。まあ、取れてほしいんで。ラビット一気にいっぱい行って。ただまあこれも楽勝狙ってますね、大砲で。でも関係ない。もう体力なかったからやられてくれて。そのままウサギいっぱいいるんで取ってくれて。まああとは干渉ですね。マクロス普通に強くね、変わらんよ。この感じ見てるだけだと。いや、まあまあまあ、もちろんスキルクールタイム変わってるんでしょうね。詰められたりとか近距離まで引っ張られた後にすぐ飛ばないとかはあるんでしょうけど、そんな変わってなくない？今の戦い方だと。
あんま感じで戦いだったらは全く1ミリも変わってない。はい、それでは行きましょうか。ちょっともうメタドラも強いんだけどさ、マクロスが強え。なんだこれ。いや、なんかもう本当に固定する価値ないのかなっていうレベルまで落ちたのかなって思ったんですけど、そんなことないっすね、全くもって。ただやっぱりあのマクロスであのどうも流れてってしまうキャラなんで、はや、あの足早いからね、流れてってしまうんで、足キャラと組み合わせてあげたいなとは思います。どうしようかな。バーサーカーはいいとして、ああじゃあもうマリオネット流したぜ。マリオネット流し、まあ打たなくてもいいかな。ちょっと相手のスキルレベル見てなかったけど、まあ大体11だと仮定しましょう。ああ、おー、なるほど。ゴレは、お早いな。で、ゴレはちょっとめんどくさいんですよね。あ、まあそれは11ですよね、と。で、ここね、ちょっと上にゴレを持ってきたいんで、なるほど。まあ、こうワンパンにならなければいいんで。メタドラが遊んでんのよくないな。でもスキルは打ってくれそうな雰囲気は出してる。はい、ただマクロスが流れてて、あ、ゴールと戦ってるね。オッケーオッケー、なら大丈夫。あ、いつの間に取られてた、見てなかった。一応このなんだっけ、このメタドラってキャラがね、あのドラゴンに強し、ドラゴンじゃない、あの機械に強しなんで、あ、やられてんな。でも普通にやれたかなと思ったらやられている。マリオネットダブルで見れないかな、これ。うわ、取られちゃった。さあ、アマゾネスは出しますが、やつが強いな。ギリやりきれない。そこ倒してるのはマジで偉いんだけど、ちょっとキャラが足りないですね、これも。あのゴレを倒す術が今回ないんで、うん、ちょっと厳しいかな。抜けなかったね、ゴレム。うわ、そして悟空がはちゃめちゃに強い。一応剣士重ねてますけど、硬すぎんこいつ。え、硬すぎんこいつ。マジ減らないんだけど、剣士で。やばー、そんなに減らないの。というわけでボコられましたね。はい、まあ、サンドラに対して弱しな大型を2枠引いてしまってはいたんですけど、ただマクロスは別に使い勝手そんなに変わった感じはしなかった。うん、そんなに変わった感じはしなかったわ。はい、それでは行きましょう、ラスト。ちょっとマクロスさん、まあ俺固定したままでもいいと思うな、まだ。まあ、もちろんリーダーだろうが。で、あの今回はマクロスに、今相手サンドラ出てきたんですけど、まあ、サンドラもね相変わらず強いんであれなんですけど、ただ実は新キャラのあの赤ずきん、あれがサンドラに強しの相性を持ってるんで、赤ずきんの今後の強化次第、もしくは流行り方次第で、サンドラが出現率が減る可能性があると。そうなるとまたマクロスが頑張る日が来るんじゃないかななんても思ってます。まあ、マクロス対赤ずきんがどれぐらいのあれになるかもちょっと分かんないですけどね。ただなんかマクロスだったら赤ずきんにむね、あの狼無視して赤ずきん狙いに行って出すっていうのもありな気がするんですよね、足早いから。どうなんだろう。さあ、ちょっとめんどくさいキャラですが、ここはねトーマン2でいきましょうか。スキルさえ打てば弾くからね、トーントーンとやってもらって、ビートルガール、あ、それちょっともうめんどくさいんでいきます。はい、倒してもらって、トーマまで生きてる、素晴らしいよ。このね朝倉はねやられちゃうかもしれませんが、一応ねこうチビドラをね1体召喚して、スキル打たれる前に1回スキル打ってたら嬉しいなと思ったんですけど、打ってはくれず、ここで打ちましたね。はい、まあ倒せればよし、 OK。 さあ圧かけていきましょう。さあチビドラでもう1体、真剣勝負くんはすごい強いんですが、メタドラが前に来てくれました。はいはいはい、これでビートルガールでも一応終わりかな。3体切りましたね。さあ来ました、やべえキャラが。さあマクロス、あ、これグラグラか、オッケーオッケー、グラグラね。じゃあチビドラプラスマクロスでやりに行きましょう。あとはあ、まあここ一回コラボ猫で見て、
マクロスどうこれやれる？あ、今までだったらここですぐスキル打ったんだよね。もう一回ね、ここで打てば避けれるよと。素晴らしい。まあ避けれるなら問題なしと。ここも、あ、待て、こ、危ねー、キャラタップミスだ。これもね、こうこうと思ったら浅倉のままだった。危ねー危ねー。さあ上のライン行ってくれてるんで、これまあでも行っちゃうとね、これね、トーマン出しちゃうとトーマンもね全部バイキン入っちゃうんで、なるべくねトーマン出さずに、なんと、おー、OKOK 取ったね。じゃあ僕無視しましょうか。はい、というわけでトーマンラッシュ、まあ行くでしょ。いや、やっぱ強くない？普通に。まあなんか強すぎたのが、なんかね、SS ランクぶっ壊れって感じだったのが S ランクになったって感じかな。いや、全然強いね。使用感悪くないよ、全く。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。マクロスフロンティアバルキリーでございました。いかがでしたでしょうか。まあ全然いいと思います。全然いいと思います。まあ今ね、ぶっ壊れって言えるかって言ったらちょっとわからない。そこまではぶっ壊れではないとは思うんだけど、普通にかなりいい強キャラって感じ。で、ちょっとね、正確な数値がわかんない、測れないからわからないんだけど、ぶっ壊れる前のスキルのクールタイムよりも、ちょっと短い気がするんだけど、気のせいかなってぐらいです。ここの調整わかんないんだよね、細かい数値出てこないと。まあとりあえず、かなりいいキャラだと思います。普通に強い。固定していいレベルだと思いました。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。